今日、うん、なんで知ってんの？俺フェイスブックで。ああ、本当ですか。はい、それでは時間になりましたので、ミニッツオープンクラスの予備予選からスタートします。一組目の方、準備お願いします。放送部します。プラクティス開始です。はるきさん、藤原さん、時間はうっさん、2分、あかねさんのコースオープンです。パルキー、藤原アール、うっす、あかね、そうですね、うっさん、あかねさん、はるきさん、藤原さんのヒート。はい、ウッサン OK。 はい、はるきさん、ポンダ OK です。21.15。じゃあ、あかねさん、1回だけポンダ、うん、はい、とこ取ってください。はい、はい、ポンダ全社 OK です。はい、それでは今回からのまた時計回りになりますので、計測ラインここで、スタート大体この辺に集まって、1人ずつスタートになります。プラクティス終了です。はい、これから2分間1人ずつ走ってもらうんですけども、ベストの1ラップだけ取りますんで、無理やり全部タイムまとめなくても大丈夫です。で、出走順は1人ずつ、はるきさん、藤原さん、うっさん、あかねさんの順で、スタートしてください。コールがありますので、呼ばれたらスタートです。それではいきます。2分間の予備予選、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。ハルキースタート、藤原アールスタート、ウススタート、アカネスタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、ハルキさん9秒62、藤原さんが10秒61、ウスさん10秒59、アカネさんが10秒72。さあ、2周目、自己ベスト更新したのはハルキさん9秒26。2分間のベスト1ラップだけ取ります。現在トップタイム出しているのははるきさん9秒26、続いてうっさんの10秒14、あかねさんの10秒52、藤原さんの10秒61という記録が出てます。
一周だけしか取らないんで混雑したら譲っちゃうのも手です。さあ藤原さん自己ベスト更新10秒44、このヒート3番手のタイム、1分経過、残りが1分。さあ現在トップタイムははるきさん9秒26です。続いて藤原さん10秒02、これ2番手のタイム、うっさんが10秒14、あかねさんが10秒52。さあ、あかねさん10秒23自己ベスト更新、残りが間もなく30秒。あかねさん自己ベスト10秒22。さあはるきさん9秒228、これトップのタイムです。残りが10秒です。さあ間もなく時間となります。コールがあるまではタイム計測されます。さああかねさん9秒できた、9秒972番手のタイム、藤原 R ゴール、藤原さんゴール、ハルキさんゴール。はい、最終週藤原さん自己ベスト更新9秒970、これ2番手のタイム、トップのタイムはるきさん9秒22、2位が藤原さん9秒97、あかねさんが9秒974、マシンを回収してください。はい、それでは予備予選の2組目コースオープンします。プラクティス開始です。高木さん、いちさん、ラスタさん、クリさんのヒート2分、コースオープンです。TKG、一旦、ラスタ、フリ。今日、ブラシレス、ブラシレスじゃない人って。クリさんと、はい。はい。クリさんと、アビクさん、何に集まってます？ブラシレスか。あかねさんも、了解。自分はブラシです。さあ予備予選の2組目コースオープンしています。高木さん、いちさん、ラスタさん、クリさんのヒート。さあ今回から、ルールが少し変わってます。ミニッツのオープンクラス、前回までもよりもちょっとスピードを抑える方向でルール変わっています。はい、1、3ポンダ OK。 はい、高木さんもポンダ OK。14.03。今日なグリップ悪いですか？めっちゃ悪いですね。12.62。ラプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は。はい。
それではクリさんとラッサさん、本題の確認だけお願いします。プラクティス時間は2分、コースオープンです。はい、ラッサさん、OK、TKG 一段ラスカフリー済みです。はい、全社ポンダ OK です。はい、それではスタートライン近辺に車を集めてください。プラクティス終了です。はい、それでは予備予選の2組目スタートします。出走順は高木さん、イチさん、ラスタさん、クリさんの順です。それでは行きます。まもなくレーススタートです。4321TKG スタート、13スタート、ラスタスタート、クリスタート。はい、全車計測開始しました。現在のトップタイム、春樹さんの9秒228、これは現在のトップタイムです。さあ1周目、1さん10秒49、高木さんが12秒89、クリさん9秒84、ラッサさんが15秒39。2周目ベスト更新したのは高木さん9秒78、クリさんが9秒59、これはこの日どのトップタイム。ラッサさんが10秒64、1さん10秒00、自己ベスト。さあ、高木さん自己ベスト更新9秒77、このヒート2番手のタイム。さあ1分経過して、トップのタイム、このヒート出しているのはクリさんです。9秒59、続いて高木さんの9秒77、イチさんの10秒00、ラッサさんの10秒64です。さあイチさん9秒台入ってきた、9秒573、これはこのヒートトップのタイムです。クリさんを抑えトップのタイム、イチさんマークしています。残りが40秒。ラッサさん自己ベスト10秒53、残りが30秒。さあ2分間のベスト1ラップを取って予選の組み合わせを決める予備予選、今行っています。残りが15秒。残りが10秒です。さあトップはこの日とトップ1さんです。続いてクリさん、高木さん、ラッサさんのタイム順。さあ間もなく時間となります。コールがあるまでタイム有効です。1さん自己ベスト更新9秒47、ラスタゴール、ラッサさんゴール、1さんゴール、 TKG ゴール、高木さんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。9秒47、続いてクリさんの9秒59、高木さん9秒77、ラッサさんが10秒53でした。はい、それでは予選の組み合わせ作ります。記録が消えてる。
やってしまいました。ショック、データ消えちゃったちょっと予備予選のね、一組の目のデータが取れてなかったみたいで、どうしようかな。もう一回やる、もう一回やってもいいですか申し訳ないですけど、ちょっと予備予選もう一回やり直していきましょう。ちょっと待ってくださいね。うん、ちょっと2組目のも怪しいかもしれないんで、全部やり直そう。これを1組目。あれ、なんでだろう、これ。はい、すいません、申し訳ないですけど、予備予選もう一回ちょっとやります、組み合わせは一緒で。すいません、それでは一組目もしよければ、スタートしたいと思います。プラクティス開始です。藤原さん、プラクティス時間は2分、コースオープンです。パルキー藤原 R ウスアカネ、はい、ウスさん OK です。はい、藤原さん OK。 はい、全車ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は春樹さん、藤原さん、うっさん、あかねさんの順です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、パルキースタート、藤原 R スタート、ウススタート、アカネスタート。はい、全車計測開始しました。ちょっと予備予選やり直しの2回目です。さあ、1周目、春樹さん9秒75、藤原さん10秒86、2周目入ってきてます。春樹さんが9秒57自己ベスト、藤原さん10秒21自己ベスト。さあ、春樹さん9秒074、これはトップのタイムですね。あかねさん10秒61自己ベスト、藤原さんも9秒台、9秒98、うっさん13秒86自己ベスト。あかねさん自己ベスト10秒50、うっさん自己ベスト11秒30、あかねさん自己ベスト10秒281分経過してトップのタイム、春樹さん9秒07、2番手が藤原さん9秒98、3番手があかねさん10秒28、うっさんが10秒90、残りが50秒、うっさん自己ベスト10秒37、4番手タイム、
さあ残りが間もなく30秒です。現在トップタイム出しているのは春樹さんです。9秒07、あかねさん自己ベスト10秒24、3番手タイム。さああかねさん再び自己ベスト10秒10、3番手タイム。残りが10秒です。コールがあるまで走り続けてください。タイム有効です。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。パルキーゴール、春樹さんゴール、藤原さんゴール、あかねさんゴール、はい、レース終了です。マシンを回収してください。春樹さん9秒07、藤原さん9秒98、あかねさんが10秒10、うっさんが10秒37でした。それでは予備予選2組目コースオープンします。4時間53分44秒でプラクティス開始です、はい、高木さん、プラクティス時間は2分、さんのヒートコースオープンです。 TKG 13ラスタフリー、はい、クリさん OK。イチさん OK。ラッサさん OK、 全車 OK です。11.14、はい、それではスタートします。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、高木さん、イチさん、ラッサさん、クリさんの順です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、 TKG スタート、イチさんスタート、ラスタスタート、クリスタート。はい、全車計測開始しました。現在トップタイムは春樹さんの9秒074です。さあ1周目、高木さん9秒76、ラッサさん10秒59、クリさんが9秒71、イチさんが14秒75。さあイチさん自己ベスト10秒97。さあ、1、3、9秒台、9秒56、これはこのヒートのトップのタイム、高木さん自己ベスト9秒65、2番手タイム。さあ、それを上回るタイム出したのは、栗さん9秒561、これ2番手のタイムです。1、3、9秒50、トップタイム、このヒートのトップタイム。栗さん自己ベスト9秒55、2番手タイム、このヒート。さあ、ラッサさん自己ベスト10秒53。さあ1分経過してこのヒートトップのタイム、139秒50です。続いて栗さんの9秒55、高木さんが9秒65、ラッサさんが10秒49。さあ1さん9秒49、このヒートのトップタイム、全体でも2番手のタイムだと思います。ラッサさん自己ベスト10秒06、さあ1さん9秒46、自己ベスト。
さあ残りが30秒です。このヒートのトップはイチさん9秒46、クリさんが9秒55、高木さんが9秒65、ラサさんが10秒06です。残りが15秒。さあ間もなく時間となります。コールがあるまで記録有効です。 TKG ゴール、高木さんゴール。1-3 ゴール、1-3 ゴール、フリーゴール、フリー3ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。1-3 9秒46、クリさんが9秒55、高木さん9秒65、ラスタさんが10秒06でした。はい、それでは予選の組み合わせ作ります。はい、今予選の組み合わせ貼っています。コースの時計で45分、およそ6分後です、予選の1回目、開始します。今日は参加ドライバー8名いますんで、決勝は5人3人、A メインが5人、B メイン3人でやってきます。
え、どういう会？何時から？いや、これ終わってる。あ、終わってから。あ、まあ、うん、大丈夫です。はい、それでは予選は1分後、スタートします。一組目は藤原さん、ラッサさん、あかねさん、ウッさんです。はい、じゃあコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。藤原 R、 ラスカ、アカネ、ウス。さあ、このヒートはラッサさんとウスさんのライバル対決、これが見どころ。はい、じゃあポンダーの確認からお願いします。藤原さん OK、 ラッサさん OK、ウッサン OK、 全社 OK です。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。今回も一人ずつスタートです。出走順、藤原さん、ラスタさん、あかねさん、ウッさんの順です。今回は3分間の周回レースなので、タイムをまとめて走ってください。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。藤原 R スタート、ラスタスタート、あかねスタート、ウッスタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目帰ってきます。藤原さん10秒81、ラッサさん11秒70、あかねさんが10秒36、ウッさん10秒86。さあ、1周目トップはあかねさんです。2位が藤原さん、3位がウッさん、4位ラッサさんです。さあ、2周目自己ベスト更新したのはあかねさん10秒30、ウッさんが10秒41、2番手浮上ウッさん。
あかねさん3周目も自己ベスト10秒27トップです。2位のうっさんと1秒の差をつけています。3位が藤原さん 2.4 秒差、3位がラッサさん1秒差。藤原さん10秒10、2位に浮上です。あかねさん10秒22自己ベスト。さあこのヒート1人あかねさん9秒台出ています。9秒94。2位うっさんと2秒4の差をつけています。あかねさん3位が藤原さん1秒差、4位がラッサさんは5秒差。1分経過、残りが2分。ラッサさん自己ベスト10秒84、 前との差が4秒9。さあラッサさん自己ベスト10秒74、前との差が 4.2 秒。さあ現在トップあかねさんです。2位うっさんとの差が2秒7、3位が藤原さん4秒3の差、そしてラッサさんが藤原さんに1秒2まで近づいている。自己ベストも10秒46出てます。さあラッサさん自己ベスト10秒32、前との差が 1.5 秒ぐらい。さあトップは変わらずあかねさんです。2分経過、残りが1分。2位がうっさんですね。そうです、2位がうっさん4秒9の差、3位が藤原さん3秒差、4位がラッサさん2秒差です。あかねさん自己ベスト9秒91、このヒート9秒台出ているのはあかねさんだけ。さあ残りが40秒です。あかねさんこのペースでいくと18周1人乗っけてきそう。残りが間もなく30秒。さあ藤原さん自己ベスト10秒05、そして藤原さん2位に上がってますね。3位がラッサさんです。ごめんなさい、3位はウッサン、4位がラッサさん。さあ2位に藤原さん上がってきています。トップとの差が8秒、残りが間もなく10秒です。3位がウッサンは前、藤原さんとの差が2秒5。さあ藤原さんも9秒台入ってきた。9秒98、間もなく時間です。コールがあるまで走ってください。ラスタゴール、ラッサさんゴール、藤原さんゴール、ウスゴール、ウスさんゴール、レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。このヒートのトップは茜さん18周4秒、2位藤原さん17周3秒、3位がラッサさん16周0秒1、4位がウスさん16周0秒2。はい、それでは続けて予選1回目の2ヒート目、放送オープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。パルキー1単フリー TKG。 はい、予選1回目、2ヒート目、コースオープンしています。春樹さん、いちさん、くりさん、高木さんのヒートです。さん OK です。クリさん OK。 ハルキさん OK。 10.16。はい、高木さんも今度は OK で、全社 OK です。11.93。
10.30。ベストだけこれ読まない設定にしてる。10.59。ベストじゃないときは読まれる。11.73。10.12。9.68。10.10。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。スタート出走順1人ずつです。はるきさん、いちさん、くりさん、高木さんの順です。それでは3分間の予選スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。ハルキースタート。1、3スタート。クリスタート。 TKG スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目ハルキさん9秒47、いちさん9秒62、クリさん9秒61、高木さん9秒83。1周目から全車9秒台入ってきてます。さあ、2周目自己ベスト更新したのはハルキさん9秒40、クリさんが9秒55、いちさん9秒49、高木さん9秒69。高木さん9秒65自己ベスト。さあ、現在トップ1さんです。2位がハルキさんとの差が 0.4 秒、3位がクリさん、4位が高木さんです。ただ前者 0.8 秒の中に入っているのでまだほとんど差がない。ハルキさん自己ベスト9秒38、ハルキさん自己ベスト9秒27、いちさん9秒37自己ベスト。1分経過です。残りが2分。高木さん自己ベスト9秒59。さあ、現在トップ1さんです。2位はるきさんとの差が 0.04、 3位が高木さんです。1秒差。そこから 0.1 秒遅れて栗さんが4位。さあ、この週はるきさんトップに変わっています。1さんとの差が 0.07、 3位が栗さんに上がって変わっている 1.3 秒差、4位高木さんは 0.3 秒差。1さん自己ベスト9秒36、残りが30秒、ごめんなさい、残り1分30秒。高木さん自己ベスト9秒57、はるきさん自己ベスト9秒20、くりさんも自己ベスト9秒54。さあ、現在トップはるきさんです。2位いちさんとの差が 0.6 秒、3位がくりさん 1.8 秒差、4位高木さんが 0.4 秒差。2分経過です。残りが1分です。さあ、このヒートは全車19周乗っかるペースで走っています。中でもハルキさんは20周も狙えそう。さあ、残りが45秒です。トップ変わらずハルキさん15周目入っています。1さんとの差が 1.4 秒、3位がクリさん 1.7 秒差、高木さんが、前との差が 1.6 秒です。残りが30秒。さあ、ここに来てハルキさんペース上がってきています。20周乗っかるペースに入ってます。クリさん自己ベスト9秒51、前との差が 1.4 秒、残りが10秒。ハルキさん自己ベスト9秒15、2位いちさんとの差が 2.8 秒、3位クリさんは 1.4 秒差。まもなく時間となります。コールがあるまで走ってください。高木さん自己ベスト9秒50、いちさんゴール、クリゴール、クリさんゴール、ハルキーゴール、ハルキさんゴール。レース終了です。はい、です。マシンを回収してください。ハルキさん20周の8秒、2位いちさんが19周1秒、3位クリさん19周3秒、4位高木さんが19周の5秒でした。もうミスしたつもりないのにな。
予選の2回目は17時、5分後からスタートします。はい、現在予選1回目の結果張り出しています。予選の2回目は3分後、5時からスタートします。さっきでもラストさん10秒 0いくつまで出てたもんね。タイム10秒0いくつまで出てたもんね。はい、予選の2回目も組み合わせは一緒です。あかねさん、藤原さん、ラスタさん、ウスさんで、予選やっていきます。はい、それではそろそろ時間になりますのでコースオープンします。ホンダの確認からお願いします。プラクティス開始です。あかねさん、プラクティス時間は2分、ラスタさん、ウスさんのヒート。コースオープンです。あかね、藤原 R、はい、ラスタ、藤原さん OK、ラスタさん OK。 はい、あかねさん OK。 はい、ホンダ全車 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は先ほどの予選1回目の、順番に変わります。
出走順は茜さん、藤原さん、ラッサさん、ウッサの順。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。茜スタート、藤原 R スタート、ラッサスタート、ウッサスタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、茜さん10秒22、藤原さん10秒37、ラッサさん10秒63、ウッさん10秒95。さあ、2周目、自己ベスト更新したのは茜さん10秒09、藤原さんが10秒28自己ベスト、ウッさんも自己ベスト10秒69。さあ、前者3周目から4周目に入るところです。トップは茜さんです。2位藤原さんとの差が 0.9、 3位がラッサさん 0.1 秒差、4位がウッさん 0.9 秒差。さあ、茜さん9秒が入ってきました。9秒80。2位藤原さんとの差が 1.4 秒に広がっている。ウッさん自己ベスト10秒56、前との差がちょうど1秒。藤原さん自己ベスト10秒19、前との差が 1.6 秒。ウッサン自己ベスト10秒32、前ラッサさんとの差がちょうど1秒。藤原さんも9秒台、お、このヒートのトップタイム9秒73出ています。トップとの差が 1.3 秒。さあ、この周、一気に藤原さんが1秒差まで茜さんに迫っています。3位がラッサさん 1.5 秒差、4位がウッサン 1.8 秒差。さあ、ラッサさん9秒台来た、9秒93。前、藤原さんとの差が 1.1 秒です。残りが1分30秒。さあ、先ほどこのヒート18周マークしたのは茜さんだけでしたが、今回は茜さん、藤原さん、ラッサさん、18周ペース入ってます。ウッさんも自己ベストは更新するペース、残りが1分です。現在トップの茜さん13周目入った。藤原さん今同一周回 1.8 秒差、ラッサさん今トップと同一周、ごめんなさい、藤原さんと同一周回 2.3 秒差。さあ、ウッさんがこれでラッサさんと同一周回 9.3 秒差、残りが間もなく30秒です。さあ、トップの茜さんが16周目入っています。藤原さん今16周目、 2.2 秒差、残りが間もなく15秒。ラッサさんこれで藤原さんと同一周回 6.3 秒差、間もなく10秒。ウッサン、ラッサさんと同一周回 6.6 秒差、間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。アカネゴール、アカネさんゴール、ラスタゴール、ラッサさんゴール、藤原 R ゴール、藤原さんゴール。はい、レース終了です。マシンを回収してください。アカネさん18周の1秒4、2位藤原さん18周3秒、3位がラッサさん17周0秒、4位がウッサン17周の7秒でした。はい、それでは続けて予選2回目の2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。さん、さん、プラクティス時間は高木さん2分、コースオープンです。パルキー1番フリー TKG。 あの温度と湿度を測ってくれるの面白いですね、これ。あ、うん、こうレース始まった途端ドライにしたんですよ、そしたら温度は変わらないけど湿度がどん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 下がってくる。
いや多分ね、あの今まで見てると、ええ、この辺 40% ぐらいだといいんですよ。その辺がいいんですか。うんうん、じゃあ良くなるかも。どこに検知器あるんですか。あ、そのソフトに行く。そうそうそう、5分ごとに、すごい、うん、そうそう、湿度、レース開始からさ、湿度ドライにしたの。ああ、そしたらどん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 下がっていきます。これ昨日の湿度。ああ、面白い。ちょっとね、はい、1さん今度は OK、 クリさん OK、 はい、春樹さんも今度は OK です。 17.55、はい、ホンダ全車 OK です。 9.80、 はい、それでは行きましょう。プラスティス終了です。スタートライン近くに車集めてください。出走順変わります。はるきさん、いちさん、くりさん、高木さんの順です。それではスタートします。変わってない。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。パルキースタート。1、3スタート。クリスタート。TKG スタート。はい、全車計測開始しました。先ほどは、はるきさんが唯一20周出しています。1周目。はるきさん9秒36、くりさんが9秒50、いちさん9秒80、高木さん9秒75、さあ2周目、はるきさん9秒23、いちさんが9秒48、くりさん9秒42、高木さんが9秒64、はるきさん、くりさん、いちさん、高木さんの順。さあまだ、4台が 1.2 秒の中に入ってバトルしています。はるきさん自己ベスト9秒13、いちさんが9秒32、くりさんが9秒42、高木さん9秒41、それぞれ自己ベストを更新しています。さあ、まもなく1分になります。残りが2分です。順位見てみます。はるきさんトップです。2位がくりさんですね。1.2 秒差。3位が高木さんです。0.5 秒差。4位、いちさん、0.5 秒差。さあこのクラス現在のコースレコードは瀬谷さんの20周3秒なんですが、それにかなり近いペースで春樹さん走っています。今日グリップが悪いということなので、それを考えるとかなりいいペースなんじゃないでしょうか。20周の5秒から6秒ぐらいで、帰ってきそう。トップは変わらず春樹さんです。2位クリさんとの差が2秒5、3位が高木さん 1.5 秒差、4位1さんは 0.6 秒差です。さあこの週1さんが3位、高木さんに 0.3 秒差まで近づいている。さあこの週1さんが3位、ごめんなさい、まだ高木さん3位です。1さんとの差が 0.5 秒、残りが1分。さあトップ変わらず春樹さんです。先ほど予選1回目のペースを上回ってますね。2秒から3秒早い。残りが間もなく30秒になります。2位に1さんが上がってきて、ごめんなさい、2位が高木さんですね。3位が1さん 0.6 秒差、4位が栗さん3秒差、残りが20秒。高木さんも自己ベスト更新ペース。1さんは栗さん、さあ間もなく時間となります。コールがあるまで走ってください。1さん自己ベスト9秒28。
13ゴール、ハルキーゴール、TKG ゴール、赤木さんゴール、レース終了です。愛犬者ゴールです。マシンを回収してください。自己ベスト更新、ハルキさん20周の6秒、2位がイチさん19周3秒、3位が高木さん19周3秒、4位クリさん19周7秒でした。じゃ予選の3回目は15分からスタートします。およそ5分後の15分から現在予選2回目までの結果張り出しています。予選の3回目最後ですね。およそ3分後15分からスタートします。藤原さん、あと3分で2秒更新すれば A 名に入れる。2秒ですよ。ということは次は記録更新ですよ。はい、それでは時間になりましたので予選の3回目の1ヒート目放送します。プラクティス開始です。赤根さん、藤原さん、ラッサさん、2分さんのヒート、コースオープンです。赤根、藤原、 R、ラスカ、ウス。ラッサさん9秒台出たもんね。はい、あ、元気汁ついてる。確実にレベルアップしてるね。何気にスーパーパーセクトがあるんですよ。そうそうそうAYK だ。そう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 。森さんち行ったら前あったな。ああ、
はい、コースオープンしてますので、まずはポンダーの確認からお願いします。ウッサン OK です。はい、藤原さん OK。 はい、ラッサさん OK です。おかしい。あ、1台止まってます。おなんか変えたの？あ、そうなんだ。さあ、このヒートは、あかねさんと藤原さん A 面入りをかけた戦い。現在あかねさんは A 面ギリギリ入っています。藤原さんとの差が3分走って2秒です。 49.78。 プラクティス終了です。お、直った直った。はい、ありがとうございます。いいですか、練習しなくて。はい、それでは出走順、あかねさん、藤原さん、ラッサさん、ウッサの順です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。あかねスタート、藤原 R スタート、ラスタスタート、ウススタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、あかねさん10秒50、藤原さん10秒23、ラッサさんが10秒35、ウッサン10秒77。さあ、藤原さんトップです。さあ、2周目、あかねさん10秒24、ラッサさん10秒07、ウッサン10秒61。この週ラッサさんトップです。2位が藤原さん、3位があかねさん、4位がウッサンです。さあ、あかねさん3周目少しタイムロスがあった模様。ウッサン自己ベスト10秒37、藤原さん9秒台、9秒94。さあ、このヒート9秒台入っているのはトップの藤原さんです。2位ラッサさんとの差が1秒、3位がウッサン 0.02、 4位があかねさん4秒 3の差があります。さあ、1分経過です。トップは藤原さんです。2位ラッサさんとの差が 0.9 秒、3位ウッサンは 0.3 秒差、4位あかねさんが 4.3 秒差。さあ、ここでラスタさんトップに変わっています。2位がウッサン、3位藤原さん、4位があかねさんです。さあ、1分30秒経過、残りが半分、1分半。トップは変わらずラスタさんです。2位ウッサンとの差が 0.8 秒。あっと、この週、そうですね、2位がウッサンです。3位が藤原さん 0.9 秒差、4位があかねさん6秒差。さあ、トップの 2台、ラッサさんとウッサンは18周ペースで走っています。残りが1分。さあ、トップ変わらずラッサさん12周目走行中。2位に藤原さん上がってきました、2秒差。3位がウッサン 0.4 秒差、あかねさんは6秒差。さあ、2位の藤原さんが少しずつですがラッサさんに近づいてきています。この週で 1.7 秒差、3位のウッサンは1秒差。さあ、藤原さん 1.6 秒差、残りが30秒。
おっと、残りが10秒。さあトップラスタさんです。2位藤原さんとの差が 1.5 秒、3位がウッさん 2.3 秒差、4位が赤根さん。まもなく時間です。コールがあるまで走ってください。さあラスタさん自己ベスト出ています。赤根ゴール、9秒99。赤根さんゴール、ウスゴール、赤根、ラスタゴール、レース終了です。全車ゴールです。マシンを回収してください。トップはラスタさん18周5秒、2位が藤原さん18周7秒、3位がウスさん17周2秒、4位が茜さん17周の5秒でした。ラサさん、これ今までで会心の走りだった、今ね。うん、はい、それでは予選3回目のビッグトメコースオープンします。プラクティス時間は2分。春樹さん、高木さん、コースオープンです。パルキー、1番、TKG、フリー。はい、コースオープンしています。春樹さん、いちさん、高木さん、くりさんのヒート、予選3回目の2ヒート目です。はい、いちさん OK です。ドライだと温度調整できない、10.05、冷房だと湿度下がらない、ね、はい、いちさん、はるきさん、高木さん、ポンダ OK です。9.71、 40からちょっと下ぐらい。11.55、はい、ポンダ乗車 OK です。9.81、はい、9.68、プラクティス終了です。出走順は春樹さん、いちさん、高木さん、くりさんの順です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、春樹スタート、13スタート、 TKG スタート、フリスタート。はい、全車計測し、開始しました。すでに A メイン入りは決めている4台です。1周目、春樹さん9秒18、いちさんが9秒70、高木さん9秒67、くりさんが 9秒63。2周目、春樹さん9秒11、クリさん9秒55、自己ベスト。トップ春樹さんです。2位がクリさん、3位高木さん、4位がイチさんという順。高木さん自己ベスト9秒60、クリさんが9秒49、自己ベスト。さあ現在トップ春樹さんです。2位クリさん、2位クリさんとの差が 1.5 秒、3位が高木さん 0.2 秒、4位がイチさん 0.3 秒。イチさん自己ベスト9秒31、このヒート2番手のタイム。
さあこの、イキさん3位に上がってますね。4位が高木さんです。おっと一気にイキさん2位まで上がってきています。3位が栗さん、4位高木さんです。ただイキさん、高木さん、栗さんの差ほとんどない模様です。 0.3 秒ぐらい。一方トップの春樹さんは2位軍団と 2.5 秒の差をつけています。1分30秒経過、残り1分半。トップの春樹さんは今回も自己ベストを上回るペースを走っています。さあ電車11周目走行中、今春樹さんが12周目に入りました。2位は栗さんです。9秒49自己ベスト更新。3位が高木さん 0.1 秒差、4位が、イチさん 0.1 秒差、栗さん自己ベスト9秒39。さあ栗さんもこのままいけば自己ベストを更新します。高木さんも自己ベストを上回っています。高木さん自己ベスト9秒38、一さん自己ベスト9秒31。さあここに来て一さんと3位との差が 0.04、 残りが30秒。さあ2位に高木さん上がってきています。3位が栗さん 0.6 秒差。さあそして一さん少しタイムロスがあった模様、3位との差が5秒、残りが10秒です。さあトップの春樹さんはこれで20周目、今回も自己ベストを更新しそう。2位が高木さんです。ゴール、さあ一さんゴール、 TKG ゴール、高木さんゴール、春樹さんゴール、レース終了です。このヒートトップは春樹さん20周5秒3は自己ベスト、高木さん19周1秒、これも自己ベスト、3位の栗さん19周2秒、これも自己ベスト、4位が1さんは18周の0秒でした。はい、それでは決勝の組み合わせを作ります。いや、もどかしいな。じゃあ、 あの決勝レースは40分、10分間置きます。40分からスタートします。決勝の組み合わせ始めます。B メインから。10分後、40分から B メインの決勝レーススタートします。
本番前なんで。あれ、日頃さん、F1 どうしたんですか？日本人。あのね、クイちゃんから、クイちゃんがね、持ってきてね。F1 やる、今日 F1 やるでしょ？なるほど。クイちゃん、2回持ってきた。やれと。はい、わかりました。はい、それではそろそろ時間になりますので B メインの決勝レースからスタートしたいと思います。藤原さん、ラスタさん、ウッさんで争われる B メインです。それではコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。藤原 R、ラスタ、ウッ。B メインは予選順とは、逆スタートのリバースグリッドスタートになります。立ち位置は、予選の成績順、藤原さん、ラッサさん、ウッさんの順で決めてください。はい、藤原さん OK。 宅急便屋さん来なかったんで途中で僕ちょっといなくなるかもしれないんです。はい、必死。いんなことないですはい、今度は全車 OK です。うんうん、あかねさん、あかねさん違う、あかねさん A メインだから。あ、そう、うんうん、これの次フランクドライバーリバースグリッドだって。はい、リバースプラクティス終了です。ウッサン、ラッサさん、藤原さん、あ、もう来てなかった、もっと死んでるわね。じゃあ、こっちからやる。そうだね、そうそうそう、前なんかこっちさんですけど、この辺でしたよね。うわっ、この CRC のはい、それでは B メイン、今日3位はウッさんです。2位がラッサさん。B メインのトップは藤原さんです。はい、決勝レースは、リバースグリッドで行いますので、ウッさんがトップスタートになります。はい、それでは行きます。8分間の決勝レース。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。さあ、計測開始しました。おお。さあ、1周目トップで返ってくるのは誰だ。さあ、1周目トップで返したのはウッさんです。2位が藤原さん、3位がラッサさんです。さあ、まだ8分ありますのでまだは分かりません。さあ、トップウッさんです。2位藤原さんとの差が3秒、ラッサさんは前との差が 1.6。 さあ、全車4周目に入ってきます。藤原さん自己ベスト10秒29、ラッサさんも自己ベスト10秒25、
ラッサさんは前藤原さんとの差が 1.5 秒、藤原さん自己ベスト10秒08、ラッサさん自己ベスト10秒00。さあラッサさん調子いいですね。さあ藤原さん自己ベスト10秒07、トップとの差が 1.3 秒、3位ラッサさんは 3.5 秒差、まだ7分あります。さあそして2位の藤原さんがトップウッサンに近づいてきている、1秒切ってますね。ウッサン自己ベスト10秒27。さあおっと、ここで焚き火。時計は2分30秒経過したところです。トップはウッサンですね。2位藤原さんとの差が 1.2 秒、3位がラスタさんなんですね。前藤原さんとの差が6秒5。さあ時計は間もなく3分になります。まだ残り5分あります。順位は変わらずウッサン、藤原さん10秒07自己ベスト、トップとの差が 1.3 秒、ラッサさんは前との差が 6.7 です。さあここで藤原さんがトップに変わった模様、ウッサンとの差が 0.3 秒、3分30秒経過。さあ藤原さん自己ベスト9秒台来た、9秒93。このヒートで9秒台は、藤原さんただ一人ですね今のところ。さあ2位ウッサンとの差が2秒に広がっています。さあ3位のラスタさんは前ウッサンとの差が 6.7、 半分4分経過しました。残りが4分。さあウッサン自己ベスト10秒25。おっとこの隙にウッサン再びトップに帰っている。藤原さんとの差が 2.4 秒、3位のラスタさんは前藤原さんとの差が4秒4。さあトップ再びウッサンに変わっています。27周目入っています。藤原さんとの差が 2.3 秒、ラッサさんは 4.3 秒差。さあ現在3台とも同一周回で争っています。藤原さん自己ベスト9秒90、トップとの差が 1.5 秒。さあ一気に藤原さんこの周1秒差まで詰めています。5分経過、残りが3分。さあ藤原さんが 0.7 秒差。さあ再びトップの2台が争っている。黄色いマシン、おお、あった、おお、やった、いった。さあ5分30秒経過。
さあ混乱があった隙にラスタさんが 3.5 秒差まで近づいてきてる。さあトップの2台がやり合ってる間にラスタさんを追いつきたいところ。さあ時計は6分になりました。残りが2分です。さあ残りが1分30秒です。トップはウッサンです。2位藤原さん、2.4 秒差。3位のラスタさんが 1.9 秒まで追いついてきてる。さあ残り1分半切っています。さあトップのウッサンがこれで39周目です。藤原さん39周目、 1.4 秒差。3位ラッサさんも39周目、1.8秒差。さあ残りが1分、残り1分です。さあトップ争い再び近づいてきてる。おお、おおおおおおさあ残りが45秒。ここでラッサさん2位上がってきた。トップとの差が 1.6 秒。3位が藤原さん。さあラスタさんとウッサン 1.5 秒差。残り30秒。さあラスタさん 1.4 秒差。少しずつ差が近づいてきてる。残りがしかし20秒。おっとやってもうた。残りが10秒です。再び藤原さん2位に上がってきた。トップの差は 2.7 秒。さあ残りが間もなく5秒。ここで8分。コスト、レース終了です。マシンを回収してください。トップはウッサンでした。2位が藤原さん、3位がラスタさん。結果的にすごいことになりますよ、これ。8秒以内に入った、入った。0.5 秒の中に。0.5 秒。すげー。また B メイン2だよ。はい、B メインのトップはウッサンでした。2位が藤原さん、3位がラスタさん。すごいな、さすがだな。はい、それでは続けて A メインの決勝レース。コースオープンします。プラクティス開始です。 A メインは5名で、5名で争われます。2分。立ち位置はコースオープンです。予選の成績順で決めてください。ハルキ、TKG、1さん、フリ、アカネ、高木さん、イチさん、クリさん、アカネさん、この順で立ち位置決めてください。はい、コースオープンしてますので準備できた方からポンダーの確認をお願いします。
はい、イチさん OK です。タイミング入ったと思います。なんか遠くの方にちょっとぐるぐる回さない。はい、クリさん OK、 高木さん OK、 はい、春樹さん OK、 はい、全社ポンダ OK です。10.98 10.17 9.66 10.52 9.80。黄色のポルチェが3台。9.99 10.96 10.779.86 11.01 9.76。はい、それではそろそろ始めましょう。プラクティス終了です。並び順は春樹さん、高木さん、いちさん、栗さん、あかねさん。2位が高木さん、3位いちさん、4位が栗さん、5位あかねさん。はい、それではミニッツオープンクラスの A メイン、今日の5位はあかねさんです。4位が栗さん、3位がいちさん、2位が高木さん、そして今日の TQ が春樹さんです。はい、それでは A メインの決勝レーススタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、全車計測開始しています。ちょっと混乱したスタートになった模様です。トップで帰ってくるのは誰だ？高木さんです。2位が栗さん、3位あかねさん、4位はるきさん、5位がいちさんです。さあ、高木さんがトップ走っています。2位栗さんとの差が 0.7 秒、3位あかねさん 1.9 秒差、そのすぐ後ろが春樹さん、1さんは 2.6 秒の差があります。さあ前哨4周目入っています。10位あ春樹さんが3位に上がってきています。4位があかねさん、5位1さん、そして1さんがあかねさんにかなり近づいてきている模様。さあトップ高木さんです。2位栗さんとの差が 0.8、 3位春樹さんは 1.2 秒差、1秒差ですね。4位が茜さんです、 3.2 秒差。おこの週1さんが4位に上がっています。5位が茜さんです。1さん前との差が 3.5 秒。さあこの中でベスト出しているのは春樹さんです。9秒19まで出ています。春樹さんがすぐ後ろ、栗さんもすぐ後ろ、あ焦りが見えるな。さあトップ3台のマシンが 1.6 秒の間に入ってきました。トップ高木さん、2位栗さんとの差が 1.1 秒、 0.5 秒後ろに春樹さん、3秒後ろに一さん。すごい落とした。さあ順位が変わった模様ですね。栗さんがトップに変わっている模様。違う、あ高木さんか、ごめんなさい、高木さんですね。2位栗さんとの差が 2.7、 3位が春樹さん 0.4 秒差、そして1さんがすぐ後ろ 0.7 秒後ろまで来ている。さあトップの4台が3秒の間に入っている。さあ2位に春樹さん上がってきました。3位が1さん、4位が栗さん。これ6枚だな。さあそして春樹さんがトップの高木さんにかなり近づいて、ハイペースで近づいています。
2.1 秒差です。さあ、クリさん自己ベスト9秒61。さあ、2分30秒経過。さあ、春樹さんがものすごい勢いでトップ高木さんに近づいています。クリさん再び自己ベスト9秒55。さあ、春樹さん1秒差まで来ています。3位クリさんは 1.7 秒差、4位の市さん 0.5 秒差です。さあ、春樹さん高木さんを射程圏内に捉えた感じです。ストレートを抜けて帰ってくるこのマシーン、この周 0.2 秒差、高木さん自己ベスト9秒45。さあ、待ってますね、うん、トップは高木さんです。2位がクリさん、3位春樹さん、4位イチさん。トップの4台が1秒の中に入っています。トップは高木さんです。2位春樹さんとの差が 0.4、 3位イチさん 0.3、 クリさん 0.2 秒差。さあ、トップの4台が1秒の中に入って争っています。3分30秒経過。さあ、ここで春樹さんがミスあった模様です。4位ですね、春樹さん。トップは高木さんです。2位が市さん 0.9 秒差、3位栗さんが 0.3 秒差、4位春樹さんが 2.4 秒差。4分経過、残りが4分。さあ、春樹さん自己ベスト9秒13。さあ、4分30秒経過です。トップの4台は28周目に入るところです。さあ、ここでトップが変わりました。1さんです。2位が春樹さん、3位クリさん、4位高木さんです。5位あかねさん。さあ、今度トップ争い、市さんと春樹さんとの戦いです。2.6 秒差。栗さんが3位で 0.4 秒差。高木さん4位1秒差。さあ、時計は間もなく5分になるところ。残りが3分です。さあ、トップ1さんで32周目に入ったところ、春樹さん32周目 1.6 秒差、高木さん32周目 2.8 秒差、クリさんも32周目 0.3 秒差。1さん自己ベスト9秒37。そして春樹さん8秒台来た、8秒98。さあ、そしてトップ1さんのすぐ後ろに春樹さん来ています。さあ、トップの2台35周目に入っています。 0.4 秒差。高木さん今トップと同一4秒差、栗さんもトップと同一 0.8 秒差。さあ、市さん自己ベスト9秒33。さあ、トップのマシンが計測ラインに帰ってきます。37周目、 0.2 秒差。おお、さあ、バトルしている。おお、38周目に入った、残りが2分。ああ、ここで市さんクラッシュ。あれ、待ってる、待ってるか。さあ、この間に市さんトップですが、高木さんが2位に変わっています。そのすぐ後ろ春樹さん、4位が栗さんです。残りが1分30秒。さあ、ここで2位に春樹さん上がってきた、3位が高木さんです。この3台は 1.2 秒差ができる。さあ、トップの3台、市さん、春樹さん、高木さん、これが同一周回で争っています。残りが間もなく1分。市さん自己ベスト9秒28、高木さん9秒44、自己ベスト。さあ、残り1分です。トップは変わらず1さん、2位春樹さん、そのすぐ後ろぴったりついている。高木さんは1秒差。さあ、ここで春樹さんトップに立ちました。2位が高木さんです。3位が1さん、
残りが40秒。残りが30秒です。春樹さんが47周目に入った。高木さん135ベスト9秒22。前高木さんとの差は 0.7。さあ今度は高木さんと一さんの2位争いですね。残りが20秒。さあ黄色いシーカーポルシェのマシーン、高木さんと一さんです。残りが10秒。さあ残りが5秒。まもなく8分になります。13ゴール。TKG ゴール。クリゴール。赤根ゴール。はい、全車ゴールです。トップはハルキさん、57秒。2位がイチさん、49周1秒。3位、高木さん、49周3秒。4位がクリさん、46周3秒。5位が茜さん、44周4秒でした。はい、優勝ハルキさん、70ターンモーターとベアリングクリーナーどっちですか？ベアリングクリーナーの方がいい。こっち。じゃあこの争奪じゃんけん。じゃあハルキさん以外僕と対戦で。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。グーの人。3人でそこの決勝。じゃんけんぽい。おい。あったね。写真撮ります。あ、そこ。あれ。撮影台。B メインの、今日は3人なんで全員と A メイン上位3人、春樹さん、一さん、高木さん。ダンサーさん、勝ちましたね。サボンが女性が負けました。なんだ、もう俺ここばっかなんだけどさ。 B メインから。 B メインから。ほんま5秒台3台何が何て言われようってやってる方は面白くねえよね。はい、ありがとうございます。じゃあ A メインも3台お願いします。あのエントリーまだ書いてない人いたら書いてください。F1 クラスは、20分からスタートします。およそ13分後ですね。